彩り緑、カラーユアライフ。皆様こんにちは。あなたの人生カラーで変える、カラーのイメージコンサルタント、クレオみどりです。11月に入り、秋も深まってまいりました。紅葉も綺麗になってまいりましたね。皆様いかがお過ごしでしょうか。昨日は皆既月食、そして天王星食という、とてもロマンティックなショーを見れましたね。本当に生かされているんだなと、宇宙の中で小さな存在なのだと思いました。そして今いることに奇跡、感謝して今日も番組を行いたいと思います。よろしくお願いいたします。こちらのコロナ対策は万全に行われております。演者スタッフの検温を行っております。換気50分に1回行っております。番組入れ替え時にはスタジオ内すべて消毒しております。除菌機器を導入しておりますので、安心して生配信をお届けすることができます。トリグアイズリ FM は大きな窓があるんです。もしかしたら今声が聞こえてますでしょうか。緊急車両のサイレンや台東区の緊急放送が流れることがあります。これも換気の問題の解決にとてもいいので、ご理解くださいませ。今週の今日も楽しい番組を行いたいと思います。まず最初は今週のイベント情報、それから歌姫とセバスチャンの皆様のミニコンサートコーナー、朗読コーナー、今週のトピックと色の話。本日の素敵なゲストは小町ヘアの代表取締役の岩崎孝俊社長様と、ヘアメイクアップアーティスト、いつも私がお世話になっている尊敬する上田美恵子先生です。このお二人との出会いで私の人生は大きく変わりました。ヘアスタイルって本当に大きいですよね。私はご存知の通り、このボブヘアですけれども、着物の時には、え、本当にボブヘアなのって皆さんがびっくりされます。そんな秘密が後でわかりますので、どうぞ最後までご視聴くださいね。今週のイベント情報です。オフィス30丸、こちらの番組の第3週を受け持っていただいている MC の北条のりさんのご紹介で、僕らが非常の大河を下る時というのを見てまいりました。前にこちらに番組にご出演いただいた岡森明さん、ベテラン俳優さんですね、が出演されていました。こちらの作品は清水邦夫さん作、そして演出が渡辺恵里さんです。渡辺恵里さんは50年前にこちらの戯曲をご覧になってすごく感動されたそうです。そして高校生の時はそんな演劇を見るものではないと反対されて見れなかったそうですが、50年後にこちらを演出なさって素晴らしい舞台を作られました。狭い舞台のところに27人の登場人物がさまざまな役に変化しながら展開していく舞台なんです。久しぶりに熱い舞台に感動いたしました。過激派の学生たちが出てきたり、本当になんかすごい熱い熱い舞台なんです。皆様に一度見ていただきたいなと思いました。で、岡森さんはお父さん役、真面目で家庭を大切にしながら息子を愛しながら結果的に追い詰めてしまうという難しい役ですが、とても素敵になさっていました。そして渡辺恵里さんはやはりすごい役者さんで演出家だなと思いました。そして2つ目、次ですね、上田美恵子先生がトークなさるということで、フルート奏者の山形由美さんのトーク&コンサート、由美の部屋に伺ってまいりました。
美しくって昔から有名ですが、30年のお付き合いで上田先生は山形由美さんのヘアメイクを担当されているそうです。素敵なフルートの演奏を聞いて、お二人の楽しいトーク、本当に盛りだくさんの楽しいコンサートでした。今日も上田先生のトークが聞けますけれども、先生はヘアメイクアップアーティストとしても有名ですが、トークも本当面白くって楽しいんです。ぜひ最後まで楽しみにしてくださいね。そしてもう一つ盛りだくさんですが、京都に行ってまいりました。永観堂時報展内覧会にご招待いただき伺ってまいりました。コロナ禍でしたので2年ぶりになりました。いつもですとテープカットが行われるんですが、携帯も変わって人があまり集まらないようにということで、時間から徐々に入場して始まりました。こちらの絵のようなたくさんの時報が展示されておりました。とっても癒されるんです。美しいもみじがちょうど変わっていくんですね。グリーンから赤に変わっていく時で、もっと真っ赤になるとまたすごい迫力なんですが、私はこの柔らかいもみじの色も好きです。そしてお友達の若野雅代さんをお誘いして一緒に行ってまいりました。やっぱりお友達と一緒で、ここ綺麗ねとか、このお茶おいしいわねとかってお話しながらだと楽しいですよね。大人の修学旅行のような感じでした。そしてこちらの、永観堂には見返り阿弥陀像があるんです。その阿弥陀像がとっても美しくて優しくて、必ずそちらを拝むと心が洗われて優しい気持ちになれます。皆様もどうぞ一度いらしてください。今ちょうど12月まで、12月の5日でしたでしょうかまで、ライトアップも行われておりますので、すごい混んでるかもしれませんが、ちょっと空いてる平日を狙って行ってみてくださいね。今週のイベント情報でした。それでは歌姫とセバスチャンの皆様のミニコンサートコーナー、もみじをお届けいたします。お願いいたします。
美しい演奏ありがとうございました。皆様楽しんでいただけましたでしょうか。とってもこの時期にぴったりですよね。歌姫とセバスチャンの皆様、ソプラノ前田陽子さん、メゾソプラノ木村真希さん、ピアノ河合良一さん、アートにエイローに選ばれた皆様、マキエポックでもお聴きくださいね。たくさんの曲がご紹介されています。それでは朗読コーナーに参ります。ガチャガチャ夢の旧作草の中で虫が寄り合って相談を始めました。コオロギが立ち上がって、スズムシさん、オケラさん、スイッチャさん、もっとこちらへお寄りなさい。だんだん涼しくなりますから、みんなで合奏会をやってお月様に聞かせようではありませんか。きっとご褒美をくださいますよ。と言いますと、みんなパチパチと手をたたきました。虫たちはそれからすぐに合奏を始めました。まずスイッチョが草のてっぺんへ上がって真面目腐って、スイッチョスイッチョと合図をしますと、オケラが土くれの陰に座って静かな声でリーリリーと羽を鳴らします。それに続いてコオロギが草の根元から涼しい声でチンチロリンチンチロリンと歌い出します。その中へスズムシがまた優しい長いひげを振り回しながらリーリーンリーンと鈴の音をさせます。その静かで面白いこと、ちょうどその時東の山からおのぼりになった十五夜のお月様は、関心のあまり虫たちが大好きな梅雨をたくさんにそこいらの草の上へまいておやりになりました。ところへ一匹のクツワムシが飛び込んできました。なんだ貴様たちは、俺を仲間外れにして音楽会をやるなんて失敬なやつだ。そんなことをするなら俺がまず返してやる。ガチャ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 と大きな声で騒ぎ始めましたので、せっかく始めた静かな美しい音楽会がめちゃめちゃになってしまいました。その勢いに驚いて集まっていた虫たちもみんな逃げてしまいました。クツワムシは大いばりでそこいらな梅雨をやたらに吸いながら、それ見ろ、俺の音楽にかなうやつは一匹もいまい。俺は夜鳴く虫の中で一番の大きな声なんだ。みんな感心したか。ガチャ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 と、たった一人一生懸命やっているうちに、お兄様、あそこにガチャガチャがいますよ。大きな声をしているから遠くからでもわかりますよ、という人間の声がすぐそばで聞こえましたので、これは大変と急いでガチャガチャ言うのをやめていると、間もなく頭からポカリと袋をかぶせられてカゴの中へ入れられてしまいました。おしまいです。こんな秋の演奏会、草の中で行われているんでしょうか。それでは次、今週のトピックと色の話に参ります。皆様ご存知の通り、岐阜市で5日に始まった岐阜信長祭り、最終日を迎えて俳優の木村拓哉さんと糸井秀明さんが出演して行列が行われました。観覧エリアの抽選に外れた人も含めて約46万人が来場ということで、市と岐阜県警は大規模な交通規制を行って事故がないように一生懸命警備にあたって無事に行われたということです。それはやっぱりキムタクさん見てみたいですよね。私も見てみたかったなと思います。来年の映画ザ・レジェンド&バタフライ、
で信長を演じるのが木村さん、そして濃姫に綾瀬はるかさん。誰もが知るの織田信長と謎に包まれた正室濃姫の知られざる夫婦の関係、夫婦の物語を描かれていると言われています。見てみたいですね。来年の1月27日公開ということです。信長の肖像画は数多く残されていますけれども、教科書でモスグリーンの紙下姿、これは皆さん目に浮かぶでしょうか。ということで今日はテーマは緑です。緑は大自然や平和、生命力を表す色です。日本では赤ちゃんのことを緑子と言います。また緑の黒髪というのは美しい黒髪のことを言いますね。森林、木、山、ピーマン、ほうれん草、お茶、植物、そして抽象的なところでは自然、癒し、安心、健康、平和というところでしょうか。今日私が着ているのはミントグリーンになります。こちらはフレッシュという意味が入ってきます。新しい環境や仲間を求めたり、新しいことにまた取り込んでいこうっていう力を表す色でもあります。私もまた新しいことに取り組んでみようかなと思っています。今度東京コミコンというのが行われるんですが、鳥越アズーリ FM でブースを持つことになったということで、そのトークショーに私も出ることにしました。27日遊びにいらしてくださいね。また次回分かり次第詳細をお伝えいたしたいと思います。このミントグリーンはひらめき、直感力という意味もあります。皆さんもそんな気持ちの時に使ってみてください。緑というのは友好関係を持ちたい時にもとてもいい色だと言われています。もっと色を日常に取り入れて、ファッションに取り入れてみてくださいね。それではお待ちかね、素敵なゲストをお招きいたします。その前に動画をご覧くださいませ。どうぞ。こまちヘア代表取締役岩崎孝俊社長と、世界で有名なヘアメイクアップアーティスト上田美恵子先生です。それでは動画よろしくお願いいたします。Even if the sun will stop to shine, I will choose to be your one. But you'll never be replaceable, such a precious you are. Thinking day and night about you, it's my heartwarming time. Oh darling, please don't be far anymore.Love is not as strong as tired of all. Is it to be broken, fading weak? But I surely know it's wrong for us. We don't need anyone. Through the day and night, I will keep on watching over you. Cause I'll be with you, just giving it up.
ありがとうございます。こんにちは。こんにちは。ようこそいらしてくださいまして、やっと念願が叶いましたね。本当ですね。本当に私がね、いつも着物のヘアの時に、このボブヘアだと皆さんきっとね、想像つかないと思うんですよ。だから逆に今日見てくださってる方は、あの写真で見るとどうやってアフになるのかなってきっと皆さん思ってらっしゃると思うんですけど、今日はその秘密を公開しちゃいます。はい、岩崎社長様、小町ヘアさんの社長様でいらっしゃいますけれども、はい、創業どのぐらいになるんでしょうか。そうですね、うちは大正14年に創業したので、で、今年で97年目ですか。そうですか、はい、そうすると3代目。僕は4代目なんです、ね、4代目ですか。はい、はい、祖父が創業なんですけども、はい、その後にはおじが継ぎまして、はい、まあ、その後父が継いで、はい、まあ、現在自分に至ると。そ、はい、その時の大正時代の時っていうのはどういう方が、うん、そうですね、もともとうちの祖父って、はい、墨田区の方、あっちの方って鍵盤とか下車が多かったんで、そっちのね、かもじの職人だったんですよ、はい、そう、入れ下車が、はい、で独立して浅草に店を出して、はい、で当時はそういう、まあ、かもじ屋だったんですけども、はい、まあ、割と新しいもの好きだったみたいで、はいはい、そのたまたま海外からのかつらの修理を頼まれて、海外からですか。はい、はい、でこれはすごいって言って、かつらをやりだしたって聞いてます。はい、そうですか。うん、で元々こう小さい時からお父様やおじい様のお仕事を見てて、はい、やりたいと思われたんですか。はい、まあ、僕ね、いや、まあ、お店の上に住んでたんで、はい、まあ、環境だったんですけども、まあ、割と外でいろんなことやってまして、はい、まあ、何をなさってたんですか。そうですね、まあ、若い帰りし頃は、はい、バンド活動をしたりしてですね、そのお寿司やりますかね。あ、これかわいい。赤ちゃんの時、ニアマイルの時の、いやー、はい、かわいい。これあっちです、これ僕なんですよ、ね、すごい可愛い。そうなんですよ、こんな時期もあったんですよ、ね、なんかお坊ちゃまです、なんか立派なの着てらっしゃいます、やっぱり。そうですね、ね、うんうんうん、その当時ね、そうですね、昔は、これはね、昔の、商店街の写真ですね。あ、そうですか、はい、昭和、昭和の頃ですね、はい、これうちの、はい、昔のうちの写真ですね、はい、まあ、ちょっと建て商店街建て替えた時にうちもリニューアルしたんですけど、本店の方ですか。そうですね、本店の方です、はい、昔の、はい、うんうん、
あ、これおおバンドの頃の20代か30代前半ぐらいの頃ですかね。初めて見ます。今もなさってます。あ、ね、まあ、ギターは弾いてますけどね、まあ、まだちょっと今やってないんですけども。弾きたいですね。すごい、リードギターですね。かっこいい。まあ、ギター、そうなんですね。花形ですね。はい、ですね。こんなことやってました。ロックですね。モテモテのポーズも。そうですね。そうなんですよ。浅草のどっかでこうなさってたんじゃないでしょうかね。結構です。結構いろんなとこ行ったんですよ、バンドやって。CD も出したりしたんですよ。CD? すごい。聞いてみたかったです。今日持ってきてないんですか？今日持ってきてないです。内緒です。今度ぜひ。そうですね。はい、じゃ今度音楽の話ということでね。今日はちょっとまた話を戻しまして、ね、はいはい、あの上田先生に、ね、はい、出会いをご紹介いただけますか？あの出会いは、はい、あの私があの前勤めていた、はい、あの資生堂で、はい、あのもうカツラですとか、はい、あと練習用に美容師ってあのウィッグ、はい、もう全部小町ヘアさんで購入させていただいてたんですね、はい、で今もあのサブファっていうプロのヘアメイクスクール、はい、をあのその資生堂が私塾でやってた時に、うん、そこで使うウィッグ、はい、毎年ね、はい、あの生徒さん用に買ったり、あとコレクションファッションショーで、はい、あのつけ毛ってあの私たち全部手作りで作るんですよ、うん、でその糸毛っていうのをね、うん、社長ね、うんうん、あの糸毛をね、あの何メートルとか、はい、だからあの亡くなられちゃいましたけど、あの健三さんが姫路城でやる時に、うん、山口紗友子さんがもうこんな長い、うん、何メートル10メートルぐらいとか何メートルの糸毛を、でも巻いてそれを、でそういう毛は全部小町ヘアさんから、はい、その時お父様が、ね、そうですね、その時私の親父が、やってて、そう、うちね、あの浅草に工場があるんで、そういう毛も出しますんで、でカツラウィッグ、はい、その材料ですね、はい、あのこう収縮性のネットも買ってました、うんうん、そうですね、だからもう必ずやクリエイティブの仕事をする時にはもう小松瀬谷さんがいなくては練習でも使いますので、もう長いですかね。長いですね、もう先生とのお付き合いもね。そうですね、私来年45周年なんですよ、美容歴。何歳なんでしょうね、ちょっと秘密だ。10歳からやってた。あのそれであの今の岩崎さんが社長になられてからは、うん、私がちょうど資生堂を辞めて、うん、あのちょうど来年であの7年、うん、じゃあ2014年なので、うん、あのそれ以来ずっとですね、うん、そうですね、本当ずっとそう、あのもっと密接になってきたんですね、うん、はい、いいですね、はい、素敵なお写真がありますよ、ツーショット、あ、そうですね、ね、浅草のね、はい、ちょうどあの、はい、ご一緒にセミナーをやって、ね、この頃、うん、浅草って結構早くね、あの、うん、仲見せ閉まるん で、 そうです、ね、ですね、また夜の景色がいいんですよ、うん、そうですね、このシャッターが絵巻になってたりするんで、うん、そう、あ、そうですよね、そうなんです、撮影しましたよね、はい、あの、はい、浴衣で撮影会ね、浴衣でね、浅草でも撮影会やりましたね、そうですよね、次の写真ありますか？あ、ね、これは最近なんですけども、はいはいはい、日生劇場のね、うん、あの中村芝翫さんが主役の、はいはい、あの夏の夜の夢、うん、シェイクスピア、こちらでもね、なんとあのイギリスのシェイクスピアの作品なんですが、はいはい、あの舞台を日本の森っていうことだったんで、まあ、小さい妖精、はいはい、お子さんがいっぱい出てきて、その時に子供用のかんざし、ね、6人、はい、5人、うん、それ全部、うん、あのご協力いただきまして、うん、あ、まあ舞台を見た方は分かると思うんですけど、可愛、はい、らしくね、うん、子供の妖精が、うん、いいですね、可愛かったですよね、可愛かったですね、見たかったです、そうです ね、 ね、 今度ね、はい、そのパンフレットをお持ちして、はい、あの記念に、はい、でかんざしを借りに行ってね、うん、もう、うん、はい、毎日ね、9月でしたね、はい、あの子供たちが全部かんざしつけて、うん、やっぱりこう舞台ってね、あの美術って大事ですよね、いやもう本当そうですよね、それなしてはやっぱり表現できないっていうか、はい、でも全部が皆さん同じあのストーリーでもね、オリジナルっていうと、うん、ヘアとメイクと衣装がすごい大事で、うん、大事ですよね、はい、そう思います、はい、もう本当にね、あのヘアメイクの力ってすごく大きいなと思うんですけれども、はい、あの私は直接はね、最初、うんうんうん、あの岩崎社長とは存じ上げてなくて、うん、上田先生を通じて、うん、いろんな髪型にしていただいて、あ、そうですね、それで私本当に、ね、はい、世界が変わったんですよね、作品をちょっとご紹介いただけますでしょうか、はい、あ、もうこれはあの越野純子
先生はファッションデザイナーの、はい、あの大分の美術館で、あの展覧された時にマネキンが100体ぐらい、はい、あの展示されて、その中のリンパっていうテーマの時に、はいはい、今円盤のような頭ありますよね、はい、これ全部コマジェアさんの、そう、あ、そうなんですか。あの私と純子先生は円盤円盤って言ってるんですけど、うん、あのコマジェアさんの中ではこういうね、あのこうね、あのオイラン曲げっていうことで、まあ、それをあのこういったモダンなものに使わせていただいて、うん、もうこれすごいね、そうですね、あのショーでも人気で、こういったマネキンヘアにも、うん、ですよね、いっぱい使っていただいて、はい、もう私もいっぱい持ってるんですけど実はもうあのお借りしてるのが間に合わないんで、もう買い取りでもう大中小で結構ね、もう白いのも持ってますね、白いの、白も持ってますね、オランダで撮影した時にはね、豆、はい、それも、はい、次の写真、あ、これは盆栽ヘアで、あのある雑誌で、成人式の装いで、はい、まあ、松盆栽、梅盆栽、はい、でここに使ってるかんざしすべて小町ヘアさんの、あの、やっぱりね、あの雑誌に載せると皆さん同じものを買いたいってあるじゃないですか、なので、あの全部小町ヘアさんの方で買いたいって言った場合ね、同じものが買えるように、はい、素敵ですね、はい、ご協力ですね、あ、これは最近、はいはい、もうついこの前、あの、はい、オペラの、はい、あのマリア・セレンさんが、はい、まあ、あの主体でやっているモンド・パラレットの歌劇団の、はい、もうオイランオペラ、はい、でその時の部屋ですよ、ね、でここにあの鳳凰 の、 かん、あの金属あると思うんですけど、はいはい、あちらも、はい、もうこれはアンティークですか、そうですね、もうこれも、もう今はあんまり作れない、うん、立派な、職人がいないのでこれ作れないんですよ、はい、ね、まあ、あのでもやっぱり迫力出したかったので、ご無理言ってね、あのご協力いただいて、もうあの皆さん喜んで、はい、もう舞台がバーッとね、艶やかになるだけじゃなくて拡張、そうですね、はい、やっぱり本物は違いますよね、いやもうこのおかげでも皆さんお喜びでね、そうだったですね、これもね、はい、迫力があって、はい、そうですか、ね、この前能楽堂でやって、やっぱりあの合いますね、あのレトロなやっぱかんざしと現代のね、そうですよね、だと、はい、でまたね、マリア・セレンさんによく合いますよね、これそうなんですよね、迫力が、ね、迫力がね、負けないというかね、宇宙規模で、そうですよね、もうこの方しかいないいないという感じ、ね、もう鳳凰ぴったりでしたね、うん、あ、これもね、あのチラシ作られたんですけど、まあ、これ京都 の、 あの南禅寺にあります、はい、あの菊水さんで、はい、あのよくね、あの村上陽子先生って、あの着物ハッピープロジェクトの、はいはい、そちらの方と、あの私の方で絢爛豪華な作品を作りたいっていうことで、うん、作品撮りの時に、うん、もう小町ヘアさんのオイラン曲げとかんざしたっぷりですね、うんうん、そうですね、かなり1個使いましたね、これかんざしたっぷり、うん、ありとあらゆる、そうそうですね、もういくつつけてるんだって、ね、10個、10本以上 つけてると思うんですね、うん、まあこれが大変人気で、うん、あのチラシにも、ね、そうですね、使わせていただいて、使っていただいて、はい、あの、はい、日本舞踊のね、はい、あの美代先生がモデルで、はいはい、もうこれね、美代先生雰囲気変わりますね、そうかなり違いますね、そうなんですよ、一瞬どうだったかと思いました、はい、まあお写真はね、あのいつも岡本拓也さんに撮っていただいて、はい、この写真は素晴らしくて、すごいですね、良かったですね、これ以降ですかね、この作品撮り以降、絢爛豪華っていう豪華なね、まあ、オイランっていう言い方をせずに、やっぱり晴れ着と言いますか、パーティー着と言いますかね、はい、やっぱかんざしいいですね、うん、いいですね、こちらはね、あ、これ浅草、あ、そうですね、浅草の、はい、はいはい、で、うん、今と同じ、はい、あの美代先生なんですけどね、うん、あの日本舞踊の、はい、またちょっと違った、うん、あの髪型と着付けで、うん、これも村上優子先生のイベントで、うん、はい、もうあのね、氏子でいらっしゃるんですよね、そうですね、浅草神社、あの浅草神社の、僕は氏子なので、はい、ちょっとあの宮司にお願いして、どっかでやりたいって言って、浅草でやりたいって、コロナ禍でできるとこがなくなっちゃったんですよね、そうなんですね、うんうん、それで宮司に相談して、そ、そしたら宮司も2つ返事でやらせていただいて、はい、もうだからあの小町屋さんの岩崎社長がいなければこんな立派なところでできようもなんて、なかったんですね、もう本当に私もね、その時あの、はい、
オレンジ色のね、はい、出演させていただきました。そうですね、その写真分かりますでしょうかね。この時の緑さん、はい、綺麗なお着物で、うん、オレンジ色の写真です、はい、で能楽堂でも撮られましたよ ね、 そ、 ね写真、はい、その時にあの緑さんがお付けになったのが、はい、こちらの、うん、そうですね、はい、もうこれも素晴らしいのお借りしました。これもそうですね、そうですね、これ今あんまりもう作れないですよね。これまで作れないです。これも職人が本当にいないんで、ね、作れないんですよ。揺れてるんですね。そうですね、このね、微妙なこう揺れたりとかね、そうです、この細工も、ね、で揺れたりとかできないです。これもね、綺麗なんですよ、これこうやって、ねね、素敵、本当にもう大好きで、もう毎回ね、本当貴重なものなので大事にお借りしながら、ちょっと使わせていただいてるんですけども、本当ありがとうございます。全然雰囲気が違っていっちゃうんで、はい、ツイッターにコメントが届きましたということです、うん、嬉しいですね、はい、ありがとうございます。コメントが来るんですね、はい、これか、あ、初めまして、アフロカヤマンです。今日小町平社長が出ると聞いて、いても立ってもいられずにメールしました。先日着物サローネにいて小町屋社長岩崎さんと一緒に写真撮りました。社長の決断にてこの大きなアフロが誕生しました。おー、できる、すごい横で、あこれこの人ね、芸人でもなくね、普通の人なんですよ。あの木梨憲武さんが大好きで、そうなんですか、でその前にも自分でなんかお地味とか作られたアフロのカツラを持ってて、でだいぶ傷んだんで、うちで作れないかって来たんですよね。なんかできるなら横で宣伝したいくらいです。社長、大きな頭で応援してますって書いてあります。ありがとうございました。アフロカヤマンさん、ありがとうございます。今度ぜひあのスタジオに遊びに出してください。社長、そうですね、ぜひ、はい。ありがとうございます。それでは、これです、ね、さっきの。これです ね、 ですね、同じこのね、立派なかんざしを。あのこの時は、はい、あのちょっと斜めにつけさせていただいたんですけど、はい、とってもミュージさんね、もうお似合いになって、ありがとうございます。私これが大好きで、でもね、矢崎さんにこれ欲しいって言ったら、はい、これは売れません、売れません、そうです、それはダメって言いました。貴重で今作れないので作れないですね、はい、あのお借りする形で、お借りしました、はい、ありがとうございました。お借りお貸しします、ね、はい、次の写真もありますか、オレンジ色の。うん、ありますかね。あ、そうですね、のこれもね、浅草の神社がちょっと皆様お分かりになるかと思うんですけれども、みどりさんボブですけどね、そうですね、ボブですけど、すね、はい、次の写真で後ろ姿もあったかな、これ、ね、これもね、あの中にこれです、これです、そう、ワイヤーが入って、ね、ちょうどかんざしがついてますね、後ろについてるってすごい贅沢です、ね、そうです、ね、やっぱりあのアラウンド、はい、あのどこから踊られますのでね、正面だけでなくて、はい、その時のやっぱかんざしの垂れるっていいですよ ね、 いいですね、そうですね、動きが出るから綺麗でいいですよね、はい、あの時あの仲間のをこう見てたんですね、はい、こちらで、そして皆さん一般の方が通るんです、うんうん、そしたらこの頭目立ちますよ ね、 ねそうですね、相当目立ちますよね、背も高くなります、後ろからこうやって見て、すみません、前から見ていいですか、前から見られて、でも軽かったですよね、あの重くない、全然重くないですよね、皆さんが重いですかって言われるんですけれども、これ軽いのがすごいですよね、あの実はあの中ワイヤーで、ね、表面に、ね、あの毛をこうするので、そうです、あの軽く、ね、あのつけやすく、簡単につけやすくしてるんですね、今もしもこれ重かったら踊れないですよね、素人にね、だからそういう考えで、私も、まあ、一点じゃなくて小町平さんにご無理言ってね、その私のこのアイデアで、あのあっという間にエレガントヘア、うん、ね、みどりさんもいっぱいね、うん、あのエレガントヘア、うん、多分あると思うんですよね、うん、かだからいつもね、このつけ毛、はい、うん、あ、そうですね、これもそうですね、これはね、あのリボン状 の、 あの毛で作ったね、リボンカルデっていうのを、まあ、お花とリボンでやってるんですね、はい、みどりさんに合う、あ、そう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 、ね、はい、これも小町ヘアさんのね、うん、あのオリジナルで、すごいですね、はい、
お花とぴったしで、みどりさんに合う、はい、かわいい。先生と小町ヘアさんのね、はい、との出会いがなければ私これないわけですよ。もうみどりさんを毎回満足させるには ね、私のヘアメイクだけじゃダメです。もう小町ヘアさんのつけ毛とかんざしとあのオリジナルのね、だからあの市販のものだけじゃなくてね、はい、ありがとうございます。毎回毎回本当に違う私をね作ってくださるんですよね。そうですね、はい、他のね本当見ていらっしゃる皆様にも本当あの体験していただきたいと思います、はい、ご興味があったらメッセージ。ショートヘアの方でも ね、全然あっという間に、うん、ね、できちゃいますので、はい、あでこれ浴衣ですね、夏でしたね、はい、この玉かんざしも ね、あのペールカラーが可愛いんですよ、うんうん、これもね、そうですね、意外とないんですよね、ですよね、そうペパーミントとか、そうですね、はい、ちょうど越野先生の浴衣にあったこのね、はい、そうですね、かんざしを選んでいただきました。あ、これもね、はい、あの可愛かったですね、うん、これは浜離宮ですね、でしたね、越野先生の浴衣イベントの時に、はいはい、なんか浴衣の時って玉かんざし合いますね、はい、そうです、合いますよね、うん、なんかポップな感じで、はい、でもこういう髪型してる方いないですね。本当にこれも目立ちましたね、目立ちました。すごく姉さんはね、うん、いや撮影会やりました ね、楽しかったですね、はい、はい、次お願いします。他にあるかな、終わりですか、うん、はい、もう本当にね、うん、いっぱいいっぱいで、もっともっと本当はドバイもね、あるんですけどね、あるんですけどね、壮大なのから、はい、壮大なのからね、うん、それはまた今度にしまして、はい、あとねもう残りが少なくなってきたんですけれども、あのやっぱりこう上田先生と小町さんでこれからどういう風な舞台とかね、うん、このまた世の中が変わってきてると思うんですけれども、うん、どんな風になさりたいでしょうか、うん、夢みたいな。私はやっぱりあの、はい、そうですね、制限がある中ですごくコロナでやっぱり皆さんちょっと気持ちがね、うん、あのもっと発散したいってあるじゃないですか、うんうん、ですからあの、まあ、制限もだんだん取れてきたので思いっきりやっぱり変身していただきたいと思うんですよ、うんうん、そうですね、それからあの今まで思ってた夢を、うん、あの我慢するんではなくて、うん、まあ、今写真もありますし、はい、一般の方もみどりさんみたいにね、うん、ちょっとランウェイとかショーとか、うん、あのお歌とか、まあ、そういうことでね思いっきりやりたいことをやっていただきたいんですね、うん、でその際やっぱりあのショートの方とかね、うん、あのご自分のね、はい、身長とかあるので、うん、あの小町さんのようにねこうだからいっぱいねこう、うん、あのつけ毛、うん、もうオリジナルでつけちゃうんで、うん、これからいろいろ小町さんと私は、うん、もうすぐにね、うん、簡単に夢を叶える、うん、あのこういったあのねつけ毛とかね、うん、作りたいと思うので、うん、そうですね、ぜひまたアイデアがいっぱいありますので、お願いしたいと思うんですけど、どうでしょうか。ぜひお願いします。はい、一番本当はそれを実現するのがうちの仕事なんで、うん、何でもわがまま言っちゃうんですよ、はい、ね、いいですよね。そう、あの、はい、頑張って作ります。上田先生ね、ちょっとお話あれなんですけども、はい、NHK で密着取材がありましたよね、はい、朝一のプレミアムトークに金曜日、はい、でその時のちょっと写真、ね、出させていただいて、はい、あ、これですね、あの大きいリボン、そう、あれもね、みどりさんが、ね、中原純一の雰囲気って言った時に小町エアさんで作っていただいた、ね、ビッグリボンの髪型です、ね、すごいリボンって言うんですね。はい、あれも髪の毛でできてるんですけど、楽しかったです、はい、軽いんですよね、あれも軽いです、はい、ね、いや、あ、ゆめこですって言ったんですよね、みどりさんにね、あれこれもね、あの NHK の方がぜひみどりさんにってね、あのインタビューありがとうございました。まみちおさんのね衣装で、はい、そうですね、あ、かわいい、そうですね、これも小町ヘアさんのおかげでした、うん、ありがとうございます、使っていただく方がいるからね、我々も、うん、そうですね、弓に描いてね、はい、あ、これがその朝一に、ね、はい、出た時ですね、はい、まあ、クリエイティブを取り上げていただいて、すごいですよね、やっぱり上田先生はね、なんかこれを出た後、私もちょっと歩いてると、うん、あの時に出た方って、本当ですか、ちょっとお声かかっちゃった時があって、ちょっとびっくりしちゃったんですけど隠れられないですね、うん、でもやっぱり本当一般の方がね、やっぱ大きく変身っていうか盆栽ヘアにしても興味があるってことをこれで知りました、私も、うん、はい、だからますます岩崎社長には、ね、はい、ぜひよろしくお願いします。この写真ね、これから、はい、ね、この時ですね、はい、京都でしたね、豆千代さんのお着物ね、これ吉永小百合さんが、あ、そう、映画で、はい、着たお着物でしたね、はい、
すごいいっぱいありますね。いっぱいありますね。もう写真集作ってください。そうそう、写真集作る予定ですけど、ね、小林さんとはなんかあの、はい、カタログ作りたいですね。そうですね、本当ですよね。オーダーする前に、うん、あの何もないとどういうのオーダーしていいかわからないですね、うんうんうん、あのオーダーの手がかりになるようなね、うん、そうですよね、うん、オリジナルのものね、うん、とってもね皆さんこう、うん、普段にねちょっとつけられるのがあったらまたいいですよね。そうですよね。自分でつけられるような。小松さんのお店って本当上品な曲げから、うん、あの歌舞伎とか演劇の ね、 そうですね、あの、うん、舞台用のかつらから、うん、そしてなんとみどりさんコスプレ、コスプレ、ね、アニメのコスプレのものもあるんですよ。うん、ありますよ。そうですけれどか。なるほどね。何でもあるんですうち。はい。今度ね。はい。はい。ぜひ。今度、ね、やりますかコスプレ。ね。ね。鬼滅とか、そうですね、うん、鬼滅、うん、いいです ね、 ね、ちょっと新しいところ、はい、そう新境地に、はい、ね、はい、どこまで行くんだって着物用に限らず、あのエレガントなドレスの、うん、あのラインストーンのかんざしとか、うん、あのふわふわっとしたヘアとか、ね、あの本当なんかこうちょっと変身したいなと思ったら、うん、ね、小町さんに行くと、うん、ね、まあ、私もあのミセスインターナショナルさんですとか、うん、そういった時に、うん、あのパッとつけ毛、うん、そうですね、はい、ポニーテール、そうですね、あるんです、はい、何でもありますうちは。実は私あの小町さんに行った時にちょっと買ったものがあるんですよ。それを社長が覚えててくださって。そうですね。あの初めてあのセミナーなってしたっけ？そうです。セミナーな来ていただいて、はい、金髪のボブをもう気持ちで被ってらして、でそのまんま買ってかれたっていうね。あれびっくりしましたね。いやいやまた似合うんですよ。今度はお披露目を。ぜひ次は、うん、それでお願いします。今日ここで被ってくれるのかな。ありましたね、あれね。ありがとうございます。ありがとうございます。でもねこれからもね、あの今日ミントグリーンはあの新しいことをチャレンジしていくのにいい色ですってお話したんですけども、まだまだいろんなことにチャレンジしていきたいと思います。皆様も本当にこうコロナ禍ですけどもね、ちょっとやってみると変わりますので、小町ヘアさんのところに行ってね、あのちょっとご相談していただいて、ご相談して、はい、はい、そしてヘアメイクをもしもご希望でしたら私にお問い合わせくだされば先生おつなぎしますから。いい、本当に夢を叶えたいと思います。そうですね。それで、いつも聞いてるんですけれども、人生を一言で言うと、うん、岩崎社長何ですかね。まあ僕はね、先ほどの先生のもそうでした、あのアフロの方もそうですけども、はいはい、まあ、あのうちものづくりの会社なんでね、はい、もうないものは作るっていう、もうその形で僕はいつもそれはもう昔から思ってます、はい、欲しいものないものあったら自分たちで作る。素敵ですね、はい、なんでなんかぜひぜひなんかいろんなことが頭に浮かんできました、はい、ぜひ作りましょう、はい、先生また今日はいかがでしょうか。もうさっきみどりさんがおっしゃったように、はい、最近私ちょっとサインの時に書く言葉がチャレンジこそ美しい、うん、だからあの顔立ちの美しさというよりもやっぱり心、やっぱり何かに何て言うんでしょう、あの望むって言いますかね、うん、チャレンジ、思い切ってこうやってみようっていうのが私もあの忘れずに、はい、まあ、キャリアがあるとついついね、うん、なんかこう怠けちゃうこともあったらいけないなと思うので、まだまだチャレンジしていきたいです、はい、でも先生は怠けるってことがないのでないですね、もうないですよね、立ち止まってるとこ見たもんないですよ、ね、ないですよね本当実は昨日もね先生には私お世話になってるんですよ、はい、メンズファッション協会というところでいい夫婦の着物の、はい、その時にもお世話になっていて、うん、でもまたそれもね朝からね、はい、ご準備いただいたんですけれども、うん、また今日もその時はもう本当あのね定宿な、うん、あの奥様って感じで、うん、この小町さんの小町どうも、うん、そうです ね、 ね、その時に応じてね、あの舞台、うん、それから映画でこう役に合わせてね、うん、作ってくださったり、うん、舞台の時も、はい、あの、そうでしたね、院長役という時にやっぱり、ね、そうですね、作品ってね、そうそうそう、やりたしでしたね、本当いろんなことにこうやる時にはもう私は上田先生のお力なくてはできていなかったと思っております。本当にありがとうございます。いや、ありがとうございます。岩崎さん、どうもありがとうございました。これからもますますのご活躍をお祈りしております。クリエイティブなところっていうのは日本の得意とするところだと思いますので、これから文化的にもっと世界に発信、東京コミコンというのをね
今度ありますけれども、ぜひ社長にもご協力いただきたいですね。チャレンジします。みどりさんのコスプレですね。はい、楽しみですね。楽しみですね。はい、お願いしたいと思います。はい、本当皆様だんだんね、秋になってきて、秋も深まってきて、朝夕寒くなってまいりました。風邪などひかないように暖かくしてお過ごしください。本当今日もありがとうございました。お忙しい中本当ありがとうございました。元気をたくさんいただきました。はい、ありがとうございました。どうぞご自愛ください。ありがとうございました。